し、橋本氏が、慰安婦は必要であったとか、米軍の性暴力をなくすためには風俗を活用すべきだといった趣旨の発言を行いました。で、私たちこれに非常に衝撃を受けまして、何ができないか、ここで黙ってはいられないということで、もう次の日急遽ですね、この集会を決めました。この部屋、参議院議員会館で一番大きい部屋なんですが、きっと私たちの怒りがあればここは埋められるというふうに確信しまして、今日呼びかけをいたしましたところ、本当にこれだけ多くの方が集まっていただきました。本当にありがとうございます。本日はですね、この緊急院内集会実行委員会の主催で行っております。共催団体もですね、呼びかけました。全国からなんと1週間で、本日まで235団体が共催団体の名を連ねております。実は今朝もですね、同等お届けいたんですけれども、ちょっとここで切らせていただきましたので、ちょっとまだ本当は名を連ねたいという団体もたくさんあったかと思います。本当にありがとうございます。ではですね、内容に入っていく前に、ちょっと司会の方からいくつか、注意とお願いがございます。先ほどから何度か申し上げておりますが、本日、ユーストリーム中継、これインターネットで映像が今中継されております。この中継のカメラ、それからいくつか、報道入っております。お顔が映って困る方は、この会場の右奥の方に、映ってください。そちらの方が撮影禁止エリアになっております。メディアの受付をされた方以外、それから総裁団体で、受付で通してくださった方以外は、本日他の撮影録音は禁止となっております。ご承諾ください。まずは開会、まずですね、出席委員の方からご挨拶をいただきたいと思います。では、参議院、日本共産党参議院議員、上智子議員、よろしくお願いいたします。皆さんご苦労様です。会場いっぱいになりました。私、参議院議員の、入ってますか？持った方がいい。皆さん本当にご苦労様でございます。私、日本共産党参議院議員の上智子でございます。今日のこの集会、女性の人権をしっかりと守るために、橋本発言に抗議をしようということで、緊急に今お話ありましたのを聞きますと、235団体が賛同するということで、こういう本当に大きく幅広く呼びかけていただいた集会開いてくださったことに、まず心から敬意を申し上げたいと思います。そして、皆さんと心から連帯をして一緒に私たちも頑張るということでの決意をご挨拶にしたいと思います。橋本、大阪の市長であり、そして維新の会共同代表の発言、この慰安婦の制度は必要であったと。でさらにですね、沖縄の米軍に対してはこの風俗を活用してほしいということを紹介したと、勧めたという発言も含めてですね、もうこれとんでもない人権感覚を失う発言だというふうに思っていたわけです。そしてこれは女性だけではない、男性も含めて人間のいわば尊厳を傷つける、大変貶める暴言だというふうに思います。許すわけにいかないというふうに思っているわけです。同時にですね、これは橋本氏ただ個人というか一人のところにとどまらない問題であるというふうに思います。と言いますのは、橋本氏は今の安倍総理がかつて発言していることを捉えて、こう言っています。河野談話を
強制的な事実は、確証がないというふうに言っていた安倍総理の発言は大変勇気ある発言だということで私は評価しているの、まあ、こういうことを言ってですね、で自らの発言を合理化するということをやってきたわけで、ですから安倍政権自体の政治姿勢が問われている問題だというふうに思うわけです。それでもう一方でですね、じゃあ安倍総理はどうかと言いますと、日本軍慰安婦の強制連行については軍や官権によるいわゆる強制連行を直接示すような記述はなかったという認識をこれまでも示しているわけです。で、質問収集でですね、国立公文書館にある資料ですね、極東軍事裁判の証拠文書、強制連行の数々、たくさんの文書があるわけですけども、これらを示して、で、事実はなかったっていうけど、あるんじゃないのかと、どうなのかということで出したときにも、これに対してはまともに答えております。内閣府では預かり知らないと、そういう部署はないということを言って答えていないわけですね。そういう態度を取り続けていくこと自体が極めて問題だというふうに思うわけですけれども、まあ、こういう問題、そして、まあ、今さすがにアジアの国々からですね、厳しい批判の声が上がっています。でアメリカからもですね、この発言をめぐっては厳しい批判が起こっていると、そういう中でもともと言っていた高野談話の見直しというのを言ったんですけども、これについては今ですね、まあ、声を潜めてというか、まあ、橋本発言にのその陰に隠れてね、今はまあ隠しているという状況ですけれども、これは全くですね、自らは変えるつもりがないということでもあると思います。ですから、非常に問題があって、先日国会において我が党の議員が質問したときにですね、まあ、橋本発言をめぐってどうなのかということで質問したときに、これは直接は私とは関わりがないと、別の党の話だから、それは何も言えないということだったんですけども、発言した中身について、じゃあ確定するのかというふうに詰め寄ったわけですよね。そしたら、それに対しても全く否定をしないということでありまして、やっぱり自分の考え方と、まあ、同じであるわけですからね、それを否定すると、自分の意見も否定するということになるわけですから。そういう対応を取ったということでありまして、こういうやっぱり歴史認識を、間違った歪む認識をですね、事実を歪めるようなことを平気で貫こうとする、これも許されないことだというふうに思います。ですから私たちは、やっぱりこういう根本のところにですね、しっかりと目を向けて、歴史の事実を変えさせるような危険な企みは絶対許すわけにいかないという立場で、この後皆さんともしっかり連携して頑張っていきたいと思います。まあ、今日のこの集会、本当に声をかけたら、いっぺんにこれだけの人がですね、集まってきているということは、やっぱり国民の中での大きな怒りの表れもあると思いますので、ぜひご一緒に力を合わせて、こうした問題の解決のために取り組んでいこうではありませんか。今日は本当にご苦労様です。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、民主党参議院に田代かおり先生、お願いいたします。皆さんこんにちは。ご紹介をいただきました民主党参議院議員の田代かおりと申します。男性の国会議員が非常に少ないということで、なんか来ちゃいけないところなのかなというふうに思っちゃいますが、男性だからこそこの場に、男性だからこそこの場に来なくてはいけないのではないかということで、今別の会議があるんですけども、抜けてですね、あえてここに参加をさせていただきました。まず橋本発言、最初からいい最初から繰り返しませんが、男性代表としてですね、この場にあえて他の会議を抜け出して参加をさせていただいております。田代です。よろしくお願いします。まずは橋本発言、許せない。そして最初の発言を微妙に何度もずらしながらですね、正当化をする、その姿勢にも私は疑問を投げかけざるを得ません。
歴史を直視できない人が憲法96条を改正してその先に9条を改正してその先にどんな国がどんな時代が作られるというのでしょうか。それを考えただけでも背筋が寒くなると私は思っております。絶対に許してはいけません。もちろん96条の改正も許さず憲法9条を改正して戦争のできる国へその後にどんなことが行われるのかなということを考えたときに絶対それも許してはいけない、私はそのように思ってますので、ぜひですね7月の参議院選挙も含めてそういうことをお考え含み合わせた上でですね清き一票を投じていただければと思いますのでよろしくお願いします。私は残念ですのであまりまだなんですけどもそういうことで、ぜひ、維新あるいはそれに自民というところの価値観はいかがなものかということが問われているのではないかと思いますから、ぜひそういう観点で、7月の参議院選挙にはぜひ臨んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ですね、ただいまこちらの会場も満杯なんですが、今300余りの通行証がもうなくなってしまってまだ外に70人のほどの方がお待ちであるということで、本日お宅に、いらっしゃる方が、お見えになっていただいております。では続きまして、民主党参議院に本田子です。民主党衆議院議員の堀田子先生、よろしくお願いいたします。皆様お疲れ様でございます。民主党の衆議院議員の郡和子と申します。性の吐け口に女性は必要だというおよそ公人の発言とは思えないような内容を口にする人が政治の場にいるということに深い戦慄を覚えました。これだけ多くの方々がこの緊急集会にお集まりなのも同じお気持ちを持っておられる皆様方だと思いますし、そして会場に入れないという方々のみならず全国で東京のこの会場に迎えず怒りを持っておられる多くの方々の声が聞こえてくるようにそう思っております。女性だけの問題ではございませんで、今我が党の田代議員が話しましたけれども、これは男性の人権をも踏みにじる、男性をも冒涜する大変失礼な発言であります。人権感覚が欠如している、そしてまた歴史認識の欠如というか不見識、そしてまた反省もない人が政治の場にいるということ、残念ながら政治家を選ぶのは皆様方なんですよ。そういう人を選んでいるということにも大きな責任があるということもまた認識していかなくちゃいけないんだと思います。もちろん今日こうやってお集まりの方々は良識的な方々だと思ってますけれども、そういう人を選ばないその運動というのも重要になってくるんじゃないかというふうに思っています。維新の橋本市長のみならず様々なところで今不穏な動きがございます。これにしっかりと目を凝らし耳を澄まし、そして行動するということがこの国がより良い方向に進むその礎になるんだというふうに信じて疑いません。共に頑張ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。では続きまして、民主党衆議院議員辻元清美先生、よろしくお願いいたします。衆議院の辻元清美で、私は大阪の議員です。この金曜日、先週の金曜日に大阪市役所を大阪の女たちで人間の鎖で囲みました。そして今この大阪の動きは広がっております。2点だけ簡潔に申し上げたいと思います。1点目はこの橋本大阪市長、日本維新の会代表は
先ほどから出ておりますように、沖縄の米軍の司令官に対して、性犯罪を対策として、まあ、いわばですね、風俗の活用というようなことを発言した、この発想は戦争中に現地の女性に対しての強姦などを防ぐために慰安所を作ったらええやんかという発想と同じじゃないですか。ここが問題なのに、話をさらにすり替えて沖縄の女性をあたかも守るために自分は発言したんだというようにすり替えて言ってるところ、二重に私は許せないと思っております。2点目はこれ連鎖反応だと思います。橋本さん、西村さん、石原さん、その連鎖反応のもとには安倍晋三総理大臣がいると私は思っております。この間特にヤング問題で質問を予算委員会でいたしました。私は安倍政権の慰安婦問題への対応は欺瞞に満ちていると思います。彼があたかも見直すという根拠にある閣議決定をしたということを言っています。この閣議決定というのは前の安倍政権の時に私が安倍さんに出した質問主意書への答弁書のことを言っているんです。でそこで彼は、資料は見つかってないというようなことを言っているんですが、歴代の内閣は河野さん自らもおっしゃってますけれども、直接強制性を示すような何か物理的な資料がいっぱいあったというわけではないけれども、証言やさまざまな状況勘案してこれは軍の関与を認めざるを得ないということで、あの河野談話が出たわけです。でこれと同じことを質問収書への答弁書として閣議決定して私に提出してきた。しかし資料が見つかってないというところだけを引いて見直さなければいけないというような根拠にしています。そしてそれをさらにまた橋本さんが前の安倍政権の時に閣議決定して資料はないと閣議決定してるんだということを根拠にしているので、私は黙ってるわけにいかんと。そうだということで最後になりますが、8本安倍政権に対して新たな質問主張を出しまして、当たってこれに対する答弁が出ます。ホームページで明らかにしますし、さらにこの点、すり替え、欺瞞に満ちた、態度をしているところをしっかり国会の場で、明らかにしていくのが私たちの仕事だと思いますので、皆さんと連携していきたいと思います。以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。では今ですね、辻元さんからも、ご報告ありましたように、先週も、大阪の方で、緊急抗議行動を行われております。その他大阪、その他各地で、今各地で次々と、抗議の声が上がっております。その報告を、オムラジのアクティブミュージアムワムの、池田恵理子さんにお願いしたいと思います。こんにちは、ワムの池田恵理子です。ワムは2005年に開館して以来、ヤング被害と加害の証言や資料を集めてそれを公開してまいりました。ですから、今回の橋本市長の暴言に関しては激しい怒りを抑えることはできません。これは長年被害者の支援活動をやってきた全国の仲間たちも、まして被害者ご本人たちにとっても全く同じだというふうに思います。そこでたった今でこの今ですね、日本の各地を、回って証言をしている韓国の被害者の方たち、その方たちを中心にした動きをご紹介したいと思います。写真は、各支援団体の、方たちから送っていただきました。でいいですか。先週末、韓国からキルオモクハルモニーとキンボストンハルモニーが相次いで来日して、
自らの被害体験を語って大きな反響を呼んでいます。広島の福山では日本軍慰安問題を考える会福山が主催する会場に、70人の人が集められて、生きる者と春物の証言に聞き入りました。春物は10代半ばに中国ハルビンの慰安所に入れられた人です。記者会見では慰安婦は必要だったと発言した、橋本市長について、被害者がまだ生きているのにひどいことを言う、聞くに耐えない、過ちはきちんと謝罪すべきなのに逆に人の心をこんなに痛くさせていると話しています。次19日は広島での集会がありました。日本軍慰安婦問題解決広島ネットワークでは、16日に橋本発言に抗議する街頭行動を行いました。その効果もあったのでしょう。集会には230人もの人が集まり、会場は熱気に包まれました。昼後の会合には開口一番、日本政府の態度にあまりにも悔しくて胸が痛くてどうしようもないのでやってきましたと言われました。そして自らの悲惨な体験を語り、戦争のない平和な世の中になってほしい、若い人が同じような体験をしないようにと訴えました。集まった参加者は心を打たれ、拍手が鳴り止まなかったといいます。で、20日21日は広島の2つの大学で学生たちに証言する機会を持ちました。これが沖縄です。で、沖縄では18日ハルモニとの交流集会実行委員会がキンボクトンハルモニを沖縄キリスト教学院大学にの集会に招きました。キンボクトンハルモニは120人の人々を前に14歳の時軍服を作るため日本に行くよう区長に言われ、中国、マレーシア、インドネシアなどで8年間も慰安婦をさせられた体験を語りました。彼女は橋本市長が強制連行の証拠はないと繰り返していることに対して、血の涙が滲む経験をした本人がいるのにどうして証拠がないと言えるのか、私はここに生きている、それ以上の証拠が一体どこにあるのか、また慰安婦が日本には必要だったというならその真実を明らかにして正しく解決し謝罪すべきだと批判しました。で、19日に3500人の人々が集まった宜野湾海浜公園で 5.15 平和と暮らしを守る県民集会が開かれましたが、その時オスプレイの追加配備や辺野古新基地建設反対、そして橋本市長の発言への抗議の声が上がりました。キンボクトンハルモニも登壇して、国家による性暴力に遭い人権を踏みにじられた少女のことを知ってますかと語りかけ、政治家が暴言を吐くことができないよう皆さんが力を合わせてくださいと参加者に求めました。すみません、ちょっと今先に流れてしまったんですけど、大阪のことをちょっと触れたいと思います。二人のハルモニは戻してみたら、2人 のハルモニはあさって24日大阪市役所で橋本市長に面会します。それを前に日本軍慰安問題関西ネットワークの代表が17日市役所で、被害者の謝罪と、辞任を求める抗議文を手渡しました。その後橋本さんはもうやめて市長の資格はありませんと訴える人間の鎖で市役所を包囲、ここにはなんと450人が結集し大きなシュプレヒコールが響き渡りました。関西ネットでは24日の面会に多くの人の参加を呼びかけています。それが無理ならぜひ抗議に賛同してくださいということですので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ワオではこのハルモニたちの面会の時、橋本
本市長にアジア各地の女性たちの被害体験の実態を知ってほしいということで、このワブのカタログのですね、あの一式を進呈してもらおうというふうに思っています。あそこ の壁際にある、6カ国の女性たちのパネルのような、そういうものが全てこれまで展示されたものが入っているんですけれども、それはまあなぜかというと、被害女性の証言を聞いて戦場の実態が分かってきたら、あのような暴言を吐くことはできるはずないと思うんです。でこれは橋本市長だけではなくて、石原慎太郎議員も安倍晋三市長にも全く同じことを申し上げたいというふうに思っています。皆さんどうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。今会場ご覧のように大変混み合ってまいっております。ちょっと入り口の方が大変混雑しておりますので、申し訳ございません。今壁際にお立ちの方がちょっとですね、奥の方に前の方もですね、前の方もどうぞ空いておりますんで、床にもし座って構わない方がいらっしゃれば、できるだけ通路は塞がないようにしていただいて、前の方も空いてますんで、移動していただければと思います。はい、では続けてまいりたいと思います。社民党党首福島みずほ先生いらっしゃっていただいております。どうも皆さんこんにちは。橋本さんの発言に関して、ひどい発言に関して、たくさんの女性たち、男性たち、多くの団体の皆さんたちがこういう形で集会を持ってくださったことに心から敬意と感謝を申し上げます。橋本さんの発言に関しては、たくさんひどいところはあるんですが、私はやはり戦争をやっている男性が休息が必要で、女性慰安婦制度が、当時必要だったと言っていることにが本当にひどいというふうに思っています。戦争を肯定しているわけですし、それから戦争が非人間的なものであることは分かります。しかしだとしたら、なぜ女性を性の道具として、男性の性欲の解消として、女性を性の道具として使わなければならないんでしょうか。橋本さん自身はやはり戦争というのを、ある意味、戦争の時に必要だったとこういうふうに言うんですが、私たちは戦争にも反対し、男性たちを、本当に兵士たちを非人間的な状況に置く戦争にも反対し、その戦争、何かそういう理由があれば、女性を性の、男性の性の解消のために、女性を、使うというこのことそのものが女性差別だと本当に言いたいというふうに思っています。こういう論理でいけば、強姦やさまざまなこと、セクシャルハラスメントも男性の性欲の解消のために女性をとこういうふうになるわけですし、それから、女性が生身の人間であって、人間で生きているんだということをやはり非常に詐称している発言だというふうに思っています。また沖縄での性風俗を活用したらどうかというのも、たくさんの性暴力に苦しんできた沖縄の皆さんたちを本当に傷つけるものだと思っています。国会の中で、終了ですが、突然早口になってすみませんが、先週、超党派の女性議員で、抗議の記者会見を行いました。これは自民党にも公明党にも正式にお誘いをして、すべての政党の女性議員を、そして、11名の女性議員で、抗議の記者会見をしました。こちらブログにアップしていますので、どうか見てください。そして来週27日、橋本さんが外国人特派員記者クラブで発言をするということで、今28日に、超党派の女性議員で、外国人特派員記者クラブでやはり、日本の女性が何言ってんだというか、女性たちは何も言わないのかっていうふうに言われるのはあまりに悔しいので、私たちとしても超党派の女性議員で、しっかり、また抗議というか記者会見を外国人特派員記者クラブでもやっていきたいと思っています。ご存知の通り、国連の委員会は日本に対して、昨日改善を求める見解をしっかり発表をいたしました。でも最後にこれを言いたいです。
西村さんに関して維新の会は除名をしました。西村さんの発言はひどい。しかしでは橋本さんの発言と石原さんの発言は、それと同じぐらいだというふうに、同じか、まあ、よりひどいというふうに思っています。そしてこんなにひどい発言が出てくる背景には、やはり安倍内閣が歴史認識を揺るがすような発言を繰り返していることにあると思っています。去年の衆議院選挙の最中、安倍総理は河野官房長官談話の見直しに言及をしました。村山談話に関して見直すということを参議院の予算委員会で発言をしました。で、引き継ぐものと引き継がないもの、植民地支配とそれから侵略、これは維持するのかということについては明言を避けております。ですからこれは橋本発言だけが問題ではなく、やはり今の政治、安倍内閣における歴史をねじ曲げようとする動き、あるいは村山談話や河野官房長官談話を見直すという、どういう形で見直すかということもまあ問題ですが、この歴史に直視しない、この全体の政治状況に対して、幅広く多くの女性、多くの男性たちと、本当に根性を入れて大きな運動を展開し、日本の政治本体、憲法改悪と戦争への道に走ろうとする政治そのものを変えていきたいというふうに思っています。共に頑張っていきましょう。ありがとうございました。では、今回の、橋本発言、もちろん根本的に、日本軍慰安婦問題に対する非常に認識の、欠如、誤りというものがあるわけです。この問題について、全国行動、日本軍慰安婦問題解決全国行動の、ヤンチッタさんにお話をいただきます。よろしくお願いします。今日の発言用紙をですね、今日の資料とは別個に A3 1枚で配ってあります。ただの足りないと思うんですけれども、お持ちの方はこれご覧ください。私は今日橋本市長の発言の中で日本軍慰安婦問題に関わる部分について、絞ってお話をします。今日の集会資料の中に橋本発言をのピックアップがあります。あれ見ていただいて、あの中の慰安婦問題に関する部分の用紙を私なりにまとめますと、まず第一に性病蔓延の防止、軍の規律保持、いや、まあ、要するに兵士に休息を与える、そういうことのために慰安所は必要だったという最初に物議を醸したこの発言ですね。これが一つ。それから日本だけではない、世界中どこの国でも同じことをしていたという、これがもう一つですね。それからにもかかわらず日本だけが非難されるのは、日本軍が暴行、脅迫、拉致をして性奴隷にしていたと世界から思われているからだ。で、さらに、しかしこれは間違いで、そのような特殊性はない。もしもそのような特殊性があったら、世界に言われるまでもなく、日本は反省しなければならない。ここまで展開してきているんですね。で、まあ、そのような特殊性があったら、つまり暴行、脅迫、拉致があったなら、世界から言われるまでもなく、お詫びをしなくてはいけない、反省しなくてはいけないというふうになったので、まあ、そういうものがたくさんありますので、とりあえずここに一つだけ挙げておきました。裁判ですね、橋本さんは日本の弁護士でいらっしゃいますので、日本の、裁判がいいんじゃないかと思いまして、この日本の国際、高裁裁判ですね、日本では10件裁判がありましたけれども、中国人慰安婦裁判の中での東京高裁判決で、事実認定の中で、もちろん結果は敗訴でしたけれども、事実認定の中で裁判所はこのように言っています。このような中で日本軍構成員によって駐屯地近くに住む中国人女性、少女も含むを強制的に拉致、連行して強姦し、監禁状態にして連日強姦を繰り返す行為、いわゆる慰安婦状態にする事件があった。このように日本の裁判所が認めています。これだけではありません。10件の裁判の中の8件で事実認定がなされています。それ以外にもあの方たちは公文書がお好きなので、東京裁判所とか、まあ、オランダの公文書とかここに挙げてあります。後からまたじっくりと見ていただければいいと思うんですが、ただね、これ多分本当はこんなこと言ってもね、ダメなんです。あの人、美濃もんたさんの番組で言ってました。美濃さんが
オランダのインドネシアにいた、しかしインドネシアにいたオランダ人女性に関しては暴行、脅迫、拉致があったということがもう認められてるんじゃないですかと、あれは戦犯ですってすごく嬉しそうにニコニコ笑ってつまり一部の跳ね返りの軍人が戦犯行為をしただけであって国が丸ごとやったわけじゃないんだからっていう、そういうことらしいんですが、まあ、なかなか理解難しいですね。私も今日のこれのためにあの人のぶら下がり会見を何日もかけて読みました。こんな無駄なことを、こんな嫌な男の言うことを理解、まず理解しなくてはならない。だからもうね、こういったね、あのことを強いられたことに対しても本当は文句は言いたいんですけれども、まあ、あの一生懸命頑張りました、私は。でですね、あのそういったことで、あのいくら彼がそういう特殊性があるならばとは言っているけれども、そういう特殊性を示したところで効きはないというのが分かっていますので、次の2ページに行きますけれども、私が考える日本軍慰安婦問題の、まあ、いわば特殊性です。彼の言葉を借りれば特殊性、私は何よりも、まあ、彼の言っている暴行脅迫拉致というのが特殊性ですけれども、何よりも数多くの被害者が名乗り出て被害回復を求めてきたということ、これが他の問題にはない特殊性だと思います。でにもかかわらず20年以上もの間その被害者たちの訴えにきちんと答えないで、いまだに政治家が強制連行はそれでもなかったみたいなことを言うという、このことこそが、まあ、世界から、橋本さんの言葉でを借りれば世界から日本だけが非難されるその理由なんですよね。でですね、まあ、あらゆる差別また人権侵害の問題というのは当事者が名乗りを上げて初めて改善が図られてきたというのが人類の歴史だと思うんですね。まあ、黒人問題にしろ女性問題にしろ在日朝鮮人問題にしろまだ道半ばですけれども、私たち自身が声を上げなければ、例えば在日朝鮮人問題で私たち自身が声を上げないのに日本政府が在日朝鮮人の、人権向上のために何かをしてくれたか、絶対そんなことはないと思うではなくなかったんですね。ない、まあ、実際シンスゴさんが喜んじゃうでそのようにして、ですから20世紀の第二次世界大戦時の性暴力被害者の中でこの日本軍慰安婦問題の被害者だけが何百人も名乗り出て政府に対して被害回復を求めている、このことこそが特殊性でそれに対して答えていない、だから非難されている。もう一度言いますが、そういうふうにきちんと問題を整理した方がいいだろうと私は思っています。で、このね、被害者がこれだけたくさん名乗り出ているというのは彼の言う特殊性をも証明することなんですね。それだけ長い歳月にわたって広範な地域で被害があったんです。性暴力被害者が名乗り出にくいということを考えれば、何百人もが名乗り出るということはその裾のその背景に名乗り出ていない人たちがどれだけいるかということを想像させるわけです。戦時中にたくさんの方が亡くなって、戦後半世紀経ってやっと女性たちが名乗り出られるようになるまでの間にまたたくさんの方が亡くなって、一部の方が名乗り出るようになっても未だに息を潜めている被害者もいるであろうことを考えれば、アジアのこの何百人というのが全体被害者の中の砂粒ほどの存在だというふうに考えていただければいい。それも一つの特殊性です。これだけの被害があったということなんですね。でまた、まあ、彼は後からいろいろと自分の無知さを言い繕ってはいますけれども、まあ、アメリカとかね、そこら辺は民間の宿を利用したんだとか自由恋愛でうんぬんとか言ってますが、確かにその日本軍とドイツ軍だけがその軍が直接設置した慰安所を持っていました。でそこまで分かっていますが、ドイツ軍のことは日本軍のことほどよくは分かっていないんですよ。なぜか被害者が名乗り出て真相究明が進んでいないからなんです。日本軍慰安婦問題は被害者の名乗り出によって真相究明がまだ全てではないけど進んできました。被害者の名乗り出に触発された学者たちの研究がそれに加わってたくさんの事実が明らかにされてきているんです。
これも日本軍慰安婦問題のいわば特殊性です。でこれ問題を解決もしないで、橋本さんが、こういう発言をしている、その背景に何があるか、先ほど来委員たちからも出ていましたけれども、これは安倍政権なんですよ、安倍首相の歴史観なんです。で安倍さん、そこの部分に関しては発言録に拾わなかったので、私のこの2枚のペーパー、1枚のペーパーの中に入れてありますが、2007年の閣議決定では強制性連行の証拠はないという状況になっていると。で最近の閣議決定で、これは気なくさらないですけれども、先ほど言いました上智子さんの、質問主意書に対して答弁書が出ていて、この下に答弁書くっつけておきましたから後で見てください。答弁書で、まだそういう証拠が出るかもしれないっていうようなことを言っているんで、もしかすると、全く証拠がないとは言い切れないのかもしれないけど、うんぬんっていうような感じで、いまだにこの閣議決定を頼りにして言ってるんですね。ところが、これは何を表しているかというと、被害者の証言なんかに聞く気はないと、今度24日に会う会うって言ってますけれども、会ったって別に被害者の言うことなんか聞きないんですね。もう彼にとっては何だか知らないけど、金貨玉城のようにこの日本政府の閣議決定が全ての事実を決定するかのように言うわけですよ。ところがその閣議決定とした決定をした安倍さんからは捨てられちゃったんです、ね、この発言した後、自民党政権の考え方とは違う、全然違わないんですねだって橋本さんは今までこういうことを自分が歴史知らないから歴史認識問題については言わなかったんですよ。それを言い始めたのは昨年の8月22日です。その日に、強制連行をした証拠はないのに、強制を認めた河野談話は、最悪というふうに言ってこの論戦に名乗りを上げてきたんですよね。ところがこの間テレビ見てたら、河野談話に関して強制連行うんぬんなんていうドメスティックな議論を政治家がやってるからダメだって言ってましたよとにかくね、彼のこの自分自身の言ってることが嘘に気づかない、自分自身の言ってることの矛盾に気づかない、これを一生懸命フォローして追って反論する、この頑張りますやだ。でも私ね、でももうやめます、やめます。私はね、もう安倍にシフトしましたなので、やればやるほど安倍なんだから、やればやるほど、これね、安倍の問題をどうにかしないと問題は解決しないんです。今もう安倍は、安倍さんこういうのでちょっと三次元症で心に留めていたのに、安倍さんとその自民党政権はですね、八本さんとは違うという感じでやろうとしてますけれども、それを許してしまったらトカゲの尻尾切りを私たちが一緒になってやることになります。それを許してはいけないということが、まさに私たちがこの集会を国会でやらなくちゃいけないというふうに考えたゆえです。発言時間少ないんで明るいから拍手は嬉しいけど、ですからメディアの皆さんもぜひ橋本のトカゲの尻尾切りで終わらないように、この問題の本質を、きちんとえぐっていただきたいと思いますし、議員の皆さんにも、引き続き、安倍政権への追及をしていただきたいと思います。先ほどね、選んだのはあんた方だろうと言って帰った議員がいましたけれどもだったらあなた方が政権握ってた時にこの問題解決してくれなかったらなので、やっぱりぜひ、今度はね、本当にこの問題を解決してくれるということがなければ、やはり私賛成権ないんだ日本の国民は、票を投じることもできないだろうと思います。最後に、先ほどここに紹介されていましたけれども、被害者お二人、キルボノさん、キンボットンさんの証言集会に昨日まで立ち会っていました。昨日の夜広島から戻ってきましたが、お二人はもう今その橋本さん、もうメディアが来て橋本さんだったら何が言いたいですかとか聞くので、ほとほど嫌になっていて、で日本に来てからも橋本さんが発言は撤回しないと言っているということを知っているし、
で、そういうふうに言いながら、まあ、会うことができたら本当に連行時に脅迫、暴行、拉致があったのか聞いてみたいとか言いながら被害者に対しては優しい言葉をかけてあげないといけないそういうふうに言っているということが全部耳に入っているので、はっきり言ってもう会いたくないと言っています。で、橋本さんがいくら会いたいと言ってもそんな撤回もしない、この発言に対して撤回もしなければ反省もしない状態で被害者を会わせていいのかというふうに思います。だから多分もう今彼は会いたいんでしょうけれども、そんな別に会ってあげる必要はないんですね。だって本人たちはもうそれで体調崩しちゃってるんですから。もう橋本さんの発言を日本に来てからも引き続きずっとテレビで見ているので、私たちは見せないように一生懸命やってるんですけれども、記者の方からも聞いたりなんかしちゃうもんですから、非常に体調を崩しているということを皆さんにお伝えしておきたいと思います。で、またこの2人のハエモニの活動について一つだけご紹介したいんですが、ナビ基金というのをやっています。これは民主党政権時代に解決の機運が盛り上がった時に日本政府から謝罪と賠償を受け取ったら、その賠償金は全て自分のように今でも武力紛争下で性暴力の被害に遭っている女性たちのために使いたい、自分たちの生活は韓国からの生活支援金で賄われているので、で彼女たちはやっぱりこの間の運動の中でそういう視野が広がってるんですよね。自分たちだけの問題じゃないっていうふうに、橋本さんや安倍さんは権力者の思考でひとたび戦争になったら男も女も犠牲にならなくちゃいけない、それが当たり前だみたいな、そういうところに未だに留まっている、戦前の日本軍の考え方に未だに留まっているけれども、その被害に遭った女性たちっていうのは自分たちの被害回復の問題だけではなくて、もう非常に他の同じような被害がこれだけあるんだっていうことに目覚めて視野が広がっているので、ナビ基金というのをやっています。で、そういう中で例えば、その今後の被害女性に去年からずっとナビ基金を送ってるんですけれども、今年は3月からベトナム戦争下で韓国人兵士の被害に遭った女性たちが韓国人とベトナム人女性との間でこう子供できた生まれた子供ですね、その子たちの学資にしてくれと言って今年の3月からはベトナムにもお金を送り始めています。そういう被害女性たちの考え方、もう人間性という人格というのはこういう暴言をする人たちのはるかもう上に行っちゃってて全く相手にならないというふうに思います。で、私たちは、最後に、この日本軍その女性たちを記憶するっていうふうに言うと運動終わったのかと思われてしまうんですけれども、私たちはやはりその被害者たちが生きている間に解決をというのが第一の目的なので、解決されなかった、ついに解決されなかった問題としてこの問題を記憶しようとしているのではありません。ですからこれは解決のための運動です。被害者たち今言ったようなもう崇高な地点に達している被害者たちのその間の戦いとそして被害をきちんと記憶していくということが被害者たちが願っている、その自分たちのような被害者が二度と生まれないように平和な世界になるようにという願いを継いでいくことだというふうに考えて、今年の8月14日キム・ハスンさんが1991年に名乗り出たその日をメモリアルデーとして記念していきます。これを国連の公式記念日にしようという取り組みも8月11日の国際シンポジウムから始めます。国連から人を呼んだりするのですごくお金がかかるんです。なのでこの中にはさりげなく堂々とこういうものも入ってますのでぜひご協力をお願いしたいと思います。予定時間ちょうどで終わらせていただきます。会場の方がだいぶまた混んできているようです。どうぞ後ろにお立ちの方、お伝えの方はですね、前の方まだ空いていますので、よろしければ、移動してください。どうでしょうか。はい、では、続けてまいります。今回の、橋本さんの発言ですね、本当に発言自体が本当にひどいんですが、特に問題なのは彼が、公人の地位にあるということですよね。でこの個人の、による差別発言、これまで何度も繰り返されてきましたけれども、この問題について取り組んでいる、法人による、性差別を許さない会の、永井義子さんにお願いいたします。ご紹介いただきました。
です。長井よしこと申します。正式の名前は非常に長いです。石原都知事の女性差別発言を許さず、公人による性差別をなくす会のという名前ですが、石原さんはすでに都知事で亡くなったので、今は公人による性差別をなくす会の方がで覚えておいてください。で発言時間はヤンさんのいろいろな展開、説得力のあるご発言に続いて5分というのが、ボリュームもうちょっと上がりませんか。そういうわけでちょっと早口になるかもしれませんけれども、公人という立場にいる人が国民を差別する、また他国民を差別するということの犯罪性はいかに重いかということをお話ししたいと思います。でここで言う公人というのは、憲法99条で憲法を尊重擁護する義務を負っている人々、それから国家公務員法に載せられている人々、地方公務員法に載っている人々、それの中には一般職も特別職も含まれます。そして準公人として社会的影響力のある立場にいる人々の差別発言も許さないということを視野に入れて活動しています。でご存知だと思いますが、石原慎太郎という人は、女性が生殖能力を失っても金さん銀さんの年まで生きながらえるというのは地球にとって、大きな無駄であり罪であるという発言をした人です。それからそれに怒って裁判に訴えて出た131人の女性たちに対して、鮭だって産卵を済ませたらカラスに食われて目玉だけになるという発言をした人です。ですから女性たちは生殖を終わったら死ねって言ってることと同じなんです。そのように公人による差別発言というのは女性の生き方、生存することも許さない、そのように強い意味を含んでいます。ところが司法に訴えた時、裁判は女性一般に対する罪だから薄まるのだという結論を出しました。一人一人が受けた犯罪はなぜ救われないか、それは立法措置がなされていないからです。差別を禁止し、公人による差別発言の犯罪性をきちんと裁くという法律がないからです。ですから ここでぜひ立法に向けて運動を起こさなければならないと思います。それから公人の立場ですることによって非常に影響力が広いわけです。それから、権力の反映である、権力行使を反映していることと同じである。それから差別はさまざまな形をとります。女性差別、マイノリティ差別、人種差別、さまざまな形をとってくるけれども、私たちはそれを揺り出してその底に共通する人権感覚の欠落を公人に強く求めていかなければならないと思います。それで今回橋本さんの発言は西村慎吾の連鎖性が強いということを言いたいと思うんですが、西村慎吾の発言を招き寄せました。そして、日本維新の会は石原さんのその前歴を含め、それから今回の橋本さんの発言に肯定の姿勢を示すことも含め、日本維新の会差別発言3人男ということの感じがいたします。そしてそこに、同じ発想を持つ、安倍さんが加わる、そうすると4人男というところになりますけれども、今ヤンさんはトカゲの尻尾切りをしないでほしいとおっしゃいました。安倍さんはトカゲの尻尾にしてはちょっと言い方が当たらないので、大きな黒幕とでも言いたいと思います。日本の社会に潜む差別発言を生む土壌、その中心にいる人です。ですからぜひ安倍政権が危うくなるようなところに持っていきたいし、橋本さんには少なくともすぐさま辞任してもらわなければ困ります。差別禁止を差別を禁止するという発想を今すぐにでも国際基準のに戻して、で公人による差別発言を防ぐ法律を作り、
差別をなくすための監視、救済、調査、提言機能を持つ機関を作りたい。これは将来に対する提言ですけれども、そこまでで時間が来ましたので発言を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。今回橋本さんはですね、日本軍慰安婦の問題とともに、沖縄における、米軍の性暴力事件、これに触れまして、あたかも自分がその性暴力被害を防ぐために言っているんだというかのような、言い方で、風俗の活用ということを、言われているわけです。本当にそんなことで、それが本当に原因なのか、そんなことでなくなるのかということをですね、沖縄の方でも、早速抗議活動が行われましたけれども、本日共産党の一つではありますが、残念ながらここには、参加できない沖縄の、基地軍隊を許さない行動する女たちの会の加藤鈴代さんからメッセージが届いています。代読を、丹羽正代さんにお願いいたします。沖縄の高里鈴代さんから12時ギリギリになってやっと届いたメッセージです。読ませていただきます。日本維新の会共同代表大阪市長の橋本徹氏の発言に抗議し、暴力をなくすために結集された皆さん、共に参加をする思いで沖縄からメッセージを送ります。私たちは5月15日復帰41年目の日、25の女性団体が緊急記者会見を行い、下記の抗議声明を橋本氏へ送付しました。2013年5月13日の記者会見で、先の大戦での日本軍慰安婦の問題で、当時は軍の規律を守るために必要だったと慰安婦制度に言及し、さらに天馬飛行場を視察した際には、在沖米軍幹部に対し、海兵隊の猛者の性的エネルギーをコントロールできない、建前論だと人間社会は回らないという理由で風俗業の活用を進言したとも自ら発表し、その後も兵士の性をどうコントロールするかはいつの時代も軍のオペレーションとして最重要課題だと重ねて米軍が風俗業を利用するよう繰り返しました。真実と真理を黙らせることはできません。国家や戦争を正当化するために事実を都合よく取捨選択したり歪曲することを私たちは認めません。私たちが知っている真実とは、日本軍によって強制管理された慰安婦が存在したこと、戦中も戦後も慰安婦を利用すればよいと発言する人がいたこと、慰安婦が過酷な暴力にさらされたこと、その苦しみが今日なお続いていること、私たちが知っている嘘とは、性欲がコントロールできないというレイプを正当化する神話、生産業で働く人は欲求の吐け口になるのを自ら認めているという神話、あるいはそうされても仕方がないという神話、誰かの性を犠牲にすることで守られる低層という神話、私たちが長い時間をかけて掴み取った真理とは、セクシャリティの破壊は人間の身体と精神に加えられる深刻な暴力の一形態であり、戦争の戦略として使用されてきたということ。それはすべての性に起こるということ。戦時であっても平時であっても、軍隊とは構造的な暴力装置であること。今なお癒えることのない戦争の傷と、押し付けられた軍隊の日常の暴力の中にある沖縄から、そして戦争と軍隊を拒否する沖縄から、橋本政発言に対し強く抗議し、謝罪と発言の撤回を求めます。これが沖縄から発信されたメッセージです。沖縄では
太平洋戦争末期、日本本土の防衛のため編成された陸軍第32軍によって、沖縄全域に民家などが強制接種され、144箇所の慰安所が設置されました。戦後も沖縄に残り、1991年に77歳で生涯を閉じたペ・ポンギさんを含め、朝鮮、台湾、沖縄、そして九州の女たちが慰安婦を強制されました。戦後68年駐留を続ける米軍の性暴力、ベトナム戦争時には米兵相手に働く女性たちがレイプ、絞殺され、裸体で捨てられました。去年の10月、アメリカ本国基地所属の海軍兵2名が沖縄から離陸数時間前に起こしたレイプ事件で逮捕されたのは、被害女性の勇気ある訴えによるものです。沖縄はかつては日本の捨て石として、現在は日米安全保障の担保として、沖縄、そして女性の暴力はやむを得ない代償だというのが、米軍に風俗業を進言する橋本氏の本音なのです。軍隊の撤退ではなく、その存続の維持のための進言でしかないのです。橋本氏は全国からの抗議の高まりに、慰安婦制度の必要発言は誤報だとメディアを批判し、アメリカ政府からの批判には、戦後米軍は沖縄の女性を利用していたと反撃。沖縄で行われている人権蹂躙行為にアメリカをはじめ世界各国がしっかり目を向け、ありよければ全てよしと自賛する、そんなとんでもない発言に改めて抗議をします。こうした橋本市長の一連の発言は、女性のみならず男性、そして全ての人間の尊厳を傷つけています。皆さんと共に声を上げ、暴力を許さない社会を築いていきたいと思います。これが高里さんからの皆さんへのメッセージです。実はこの6月いっぱいまで早稲田法支援での中にある、あの女たちの戦争と平和資料館、先ほど池田館長が発言をしましたけれども、そのワムにおいてまさにその沖縄と軍隊の問題についての展示をやっています。まだお出かけでない方、ぜひぜひその凄まじい現実に向き合ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。先ほど紹介された、沖縄の女性団体25団体による抗議声明は、お手元の資料の中の、各団体が出している、抗議声明のリストの中のですね、2ページの方に掲載されていますので、ぜひ後でご覧になってください。それではここでですね、はい、それではここで、上野千鶴子さんを、お発言をお願いしたいと思います。ご紹介は必要ないかと思います。よろしくお願いいたします。よく集まりましたね。立ち見まで出ました。私たち怒ってます。怒りは表現しなきゃいけません。そうだ、拍手欲しいよだって表現したって伝わんない、あいくだもん。慰安婦については橋本は、私はさんつけたくない、あいつに、兵士は女を道具にしてよいって言った。で、体を張って戦場で人殺しをさせられた男たちに女を踏みにじる権利があると言った。だけどもね、人殺しをさせられに指示に送られる男だって人権侵害だって声を上げてほしい。そうだ、人権侵害なんです。で、風俗については男は女を金でおもちゃにしても良いって言った。で、こういう女性を侮辱する発言が堂々と公人の口から発されてる。で、後で謝罪しました。
その時に言い訳をしました。慰安婦を必要とすると言ったのは僕じゃなくって軍隊だった。それから2つ目、日本だけじゃなくて世界中がやってる。で、アメリカ軍は禁止してるって言った途端に文化が違う。というのは日本じゃ売春は常識だって認めたことになる恥さらしなやつです。で、記者団に本音で話しましょうよって言ったってことは、男の本音は女を金で自由にしたいっていう本音。こんなこと言われて男性は怒ってくださいよ。怒ってますよ。これは皆さんおっしゃるように安倍さんへのラブコールでした。それがね、ラブコールした相手から袖にされちゃって、みんなの党から本当にたもとを分かたれました。あれでね、ちょっと渡辺さん軽あげたね。で、応援してくれたのは石原だけ。2人で自爆で、これで支持率は今急降下してるんですが、これは残念ながら私たちが彼らを追い詰めたんではなくて敵質です。で、石原も都庁を去りましたが、私たちが石原を都庁から追い落としたのではなく、悠々と花束掲げて去っていきました。で、政治家が一番怖いのは有権者です。で、大阪府知事、市長、同日選挙、別名大阪不幸せ選挙の結果、不幸せな結果が出ました。で、それで圧勝した後で橋本さん何言ったか、市民から全権異議を受けたって言ったんです。で、選挙で勝ったからといって有権者は白紙委任したわけじゃないんだ。で、次の選挙で再びあの橋本を追い市長に、追い上げる、当選させる人たちが大阪の有権者だとしたら、私はもう大阪の人たちに絶望せざるを得ない。で、特に大阪の女性有権者の人たち、次の選挙でどういう審判を下すのか固唾を持って見守りたいというふうに思います。で、こういう集会を大阪で本当はやってほしい。で、大阪で、橋本さんが沖縄の人たちにあんなに同情と共感を寄せることを言ったんだったら、沖縄の女性の人からこういう発言がありました。そんなら大阪に基地を持ってって、暴行付きで。それでもなおかつ大阪の有権者の人たちは橋本を支持するんでしょうかね。まあそうは言っても東京都民も大きい顔はできません。あれだけの暴言と、それと、暴言と暴政を4期にわたって石原に許した、それが東京都民です。で、まあ、だけど大阪にはね、全日本おばちゃん党ってあるから頑張ってね。で、昨年選挙の直前に、私は今、ウィメンズアクションネットワーク1というところの理事長をやってますが、パンフレットそこにあります。そこで、全政党に対して全ジェンダー平等政策を支持するかどうかのアンケートを実施しました。その結果、2つのことが明快に分かりました。その結果は今でも1のサイトにアップされておりますので、ぜひご覧いただきたいんですが、まずその発見その1、憲法9条を守る、守るつもりがない、それから原発をやめるつもりがない政党は男女平等に後ろ向きだという非常に明々白々な結果が出ました。で、もう一つの発見は、女性を活用したい政党は女性の権利を守る気がない。これもとってもよく分かりましたね。で、女を風俗で活用し、企業に活用し、産む機会として活用する気はまんま。それが今の自民党維新の会です。ただし活用した後使い捨てて女の権利を守る気はない。この結果が非常に明白に、
アンケートの結果に出ていますので、次の選挙にぜひ参考になさってください。でこれから活用という言葉を使う人には要注意です。で次の選挙で私たちがどんな選択をするかで本当に日本の有権者の良識が問われていると思います。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、続きまして、ラグビースクラブ主催の、北原みどりさんにお願いいたします。よろしくお願いします。こんにちは、北原と申します。普段は女性向けのセックスグッズを売っているんですけれども、広い意味でそのセックス産業にいる女として今日は光を表現しに来ました。すごい人でなんかドキドキしてるんですけども、発言を聞いた日から眠れない日が続きました。ものすごい怒りが収まらなくて、怒りのために眠れないことってあるんだなと思ったんですけども、今日ちょっと遅れてきたらたくさんの人がすごい怖い顔で並んでいてなんかすごく怖いんだけど、怒ってるんだけど、それがすごく自分を癒すような気持ちになって、やっぱこうやって声を上げてつながっていくことの重要さを今ひしひしと感じながら出してます。でなんでこんなに怒ってるんだろうってことを何日も考えてました。でその橋本、私もさん付けしたくないんですけども、橋本は石原慎太郎に謝った、国際社会に謝ってる風である、でも私に謝ってない、女に謝ってない、謝れるっていうのがすごい強い。なんでその橋本は女性蔑視だという声がこんなにもあるのに謝らないのかっていうことを考えていて、まあ、ネットとかツイッターとかいろんなものを見ていくと、そういう発言を受容するような空気がこの社会にまだあるからなんだなってことをすごく感じるようになりました。例えばまあ、男性の論者ですと、男性とはそういう生き物である、その戦争の母ですよね、本当にそうなんですよ、ケンさん母なんですけども、男とはセクハラする生き物であるとか、時間に電車に乗れば一定ある程度、まあ、時間にあるリスクを女の人も考えるべきだみたいな声が少なからず男性から出ている。でそういう声を受容する声が、僕は十分やむのことわからない、歴史認識はわからないけれども、橋本の発言の一部は容認できるということをはっきりと言う人もいます。私はこういう人たちがやっぱりとても怖い、公人だからというレベルでなくて、家の中でお父さんがそういうこと言ってても、上司がそういうこと言っててもやっぱり嫌なんですよ。ですごく嫌なんです。だからその歴史認識問題もちろんそうですけれども、やっぱ男性の性欲の認識問題としても、この件はきちんと女の声方から声を上げていきたいというふうに思ってます。でそのやっぱり男性の、先ほどレイプ神話ということがありましたけれども、その風俗がなくならないだろう、見てみろ、レイプなくならないだろう、痴漢あるだろう、男とはそういう問題ってことに対して、確かにそういう事実はあるんです。あると思う、男性の方が圧倒的に加害者になっている事実はあるけれども、それを男とはそういうもんだって言ってあぐらかくか、男性の優位社会ではそういうことが起こりがちである、そういうことが許される社会では、そういうことが犯罪として認識されにくいってことを、そういうふうに考えるかでは全然今の見えている現実も違うし、私たちが描く未来も違ってくると思うんですね。だから私、性欲が自然じゃないとか本能ではないと思いませんけれども、性欲の発露の仕方が文化であって、その習慣であるってことを、本当にこの国の政治家、そしてその橋本の発言を受容している人たちに本当に伝えたい、気づいてほしいって認識でいます。でその男性が本当にこんなに無邪気に男性の性欲を抑えがたいっていうのを、女性が挑発してミニスカート履いていて、なんかすごい格好してなんかとかなってるから襲っちゃいましたみたいなことを本気で示してる人がいっぱいいるんですけれども、実際の性犯罪は一部の異常な性欲の持ち主がもう抑えきれなくてするのではなくて、時間帯に関係なく朝でも人がたくさんいても、そして時間かけて計画的になったりとかして、いろんなことでその女性の服装に関係ない、因果関係がないってことはもうよく知られてる事実なんですけれども、レイプシーンは男とはそういうものっていうことで、男の本能というざれ言とか暴言とか本当にくだらないことに油をかいてる鈍さに、私たちはもっと怒るべきだし、とにかく今私は眠れないくらい怒ってます。日本政府にはやっぱりその戦時中どころか敗戦後でも GHQ のために、まず男性 の、 そのアメリカ軍のためにその女性たちを集めて慰安婦にした事実があります。本当に戦時中だろうが平和時だろうが、例えばその昭和の
その高度成長期でもあろうが成長期であってもいわくもうロジックは一緒だと思うんですけども、一定数の男は女を犯すものであって、女を守るためにも国を守るためにも国を発展させるためにも性を解消する手段として女が必要なんだっていうことを、サツクとして必要だっていうことを国は言ってきたんだというふうに私は思ってるし、それを文化として授与してきた社会があるんだと思います。そしてそのために女の人を守るべき女と犯していい女に分けて利用してきたってことをすごく認識しています。で、こういうふうに風俗と性犯罪を表裏一体捉えて男性の性欲をコントロールしてケアする役割を社会とか私の空気がして社会の空気がしてきたんだなっていうふうに思います。で、私不思議なのはこんなふうに男性の性欲をコントロールしたりとかケアしてあげるってことに男性自身が何で余計なお世話だよってことを声を上げないのかな。余計なお世話だな。そうですよね。ですよね。私がもしこんなことされたらだけになって思うんですけども、それでも男性の方が進んで、いやコントロールすべきでしょ、今回の発言まさにそうだと思うんですけども、コントロールしてほしい、ケアしてほしい、僕をね慰めてほしいってことを甘えてんじゃねって話なんですけどもだからすごいそういうことを考えると、男の人の性って気の毒だなとか貧しいなとか本当にくだらないなっていうふうに思うんですけれども、よくよく考えてみるとそんな男と一緒に暮らしてる私たちの方がかわいそうなんですよ。気の毒だなっていうのは。なので男の人もっと怒ってほしい。そして私たち女はこの怒りの空気がその絶対収束することないように、なんかもう選挙で勝った記憶は全くないので有権者としてのパワーは全く感じないんですけれども、でもこの力とか怒りの声を沈めずに仕事をやめてほしい。そしてこういう発言とか空気を変えていけるような社会を作っていってほしいっていうふうに、作っていきたいっていうふうに強く思います。今日はこういう機会で集まれてすごく良かったのでありがとうございました。ですね、本当に日本全国で頻発していますけれども、なかなか本当に声が上げられない被害者がたくさんいます、そうした被害者たちに、すぐに手を差し伸べられるように今全国で、ワンストップセンターを作る取り組みが始まっています。その宣伝を大阪の方でつけていらっしゃる幸子性暴力救援センター大阪の、加藤春子さんに今日おいでいただきました。大阪からありがとうございます。よろしくお願いします。大阪の有権者の女性の方です、もう、橋本市長になってからですね、度重なる人権侵害がもうずっと起こってまして、もう許せない許せないとずっと思ってたんですけれども、とうとう本性を現しました。きっとあの人はこんな人なんだというふうに思ってたんですけれども、この機会を機に、私たち大阪の女性が、許さないぞという声をしっかり上げなければいけないというふうに思っております。私は、大阪で2010年4月から、性暴力救援センター大阪幸子というのを、仲間と一緒に立ち上げました。長年働いています阪南中央病院、産婦人科医師として働いているんですけれども、その中に、設置することができました。その関連で、橋本発言の2点についてお話をさせていただきます。一つは、米兵の性犯罪を防ぐためには風俗活用が必要だということ、そしてさらに、大阪市の職員のわいせつ行為をなくすためには、風俗を利用すればいいんだ、これから子どもたちもそう言っていくというふうに発言したこと、それから2点目は、貧困から風俗で働くような女性は今はほぼ介護であると、皆自由意志で働いている、だから積極活用すればいいと、その2点についてお話をさせていただきます。まず第一ですけれども、皆さんにこの3年間の、データをですねお配りしたんですけど、全く足りなくって、当たっておられない方が多いと思うんですけれども、ちょっと見ていただけたらと思います。3年間で、24時間のホットラインを設置しているんですけれども、電話が1万160件、そして、被害を受けたと言って初診で来られた実人数が550万人です。その中で性的強制わいせつの被害者が340人、性虐待の被害者が123人、 DV の被害者が46人、その他48人となっております。
この霊的強制わいせつの、被害者の加害者は、約 70% は知人です。知り合い、顔見知り、多くは、職場の先輩であり同僚であり、学校の友達でありという、そばに遊ぶ、人たちです。それから性虐待の、子どもたちの加害者は家の中にいます。父親であり義理の父親であり、内縁の母の内縁の夫であり兄であり祖父でありおじであるというような人たちです。それから DV の、加害者は当然夫であり、それに、類似する人ですね。それからその他っていうのは、これはデート DV など、それから、子供たちが家出をして援助交際をして被害に遭うと、そういったケースです。いずれもですね、この加害者たちは女性の、周辺の本当に近くにいる人たちが加害者として、加害者になっております。なぜ加害になっているかというと、その女性との関係性ですね、物理的に社会的に優位な関係性があるということを前提にして性的に女性を支配するというのが、性暴力なわけですね。これと、風俗の場でですね、お金を出して女性を居の者にする、女性をもてあそぶという考えとですね、本当にこれはイコールなわけですね。お金を出せば風俗の、お金なしで、身近な人に、手を出すというのが性暴力なわけですね。だから風俗に行ったからといってそれがなくなる、性加害がなくなるということはありえません。同じ質のものなので、風俗に行くときはそうしてお金を出して性加害をするし、そうでなければ、近くで性加害をするということで、質的には何ら変わりはないわけですね。そこで発散すればですね、なくなってしまうということは絶対にありえません。で、いわば自分の性をですね、先ほどから何回も言われてますように、自らの性を異性でコントロールできないというところでこの発想が出てきているわけですね。これは本当に、男性にとって侮辱的なことだし、さすがに日本大阪の、ラジオ放送なんかでも今まで結構橋本寄りに、アナウンスしている司会の人たちがですね、男性の司会者がですね、これはもう許せませんと言って、キャラバンラジオ放送でですね、僕もものすごくムカつきます、ものすごく気分悪いですということをラジオ放送で言ってるわけですね。そういった男性がきっと確かたくさんいると思います。本当に一緒にしないでくれという思いでおられるんじゃないかというふうに思います。それから第二の貧困の問題ですね。これは子どもの貧困の立法の問題が最近話題になっていましたけれども、10代の女性の貧困というのはとても深刻です。国立人口問題研究所の調査でもですね、独身女性の大体 32% が可処分所得が112万以下というですね、貧困状態であるということになっているわけですね。これが20歳から64歳の女性の調査ですので、10代の働く女性たちがもっとひどい状態にいてですね、まともな収入が得られない、そういった中で、風俗に、入らなければいけないということがあるわけですね。それとか、DV の女性たちが、産婦人科によく来るわけですけれども、出産間近まで風俗で働かされて、で産んだらすぐにまた働かされるということだとかですね、性感染症を心配しながら繰り返し検査をしながらですね、また風俗で働いている、全くそういったことでの安全管理がなされていない現場があるということも現実なわけですね。そういったことに対してですね、全く、知らないんだと思いますね、こういった現実についてね。だから、この340人レイプの被害者がいるんですけれども、調べてみますと約20人が風俗で働いていて、そこで被害に遭ってきています。でも被害に遭ったと言える女性はごく一部なんですね。約束以上のことをしたやろ言うて怒ってですね、声に出すことはなかなかしないわけですね。決まり以上のことをした言っても、大抵の風俗の場で働いている女の子たちはですね、我慢をしているわけですね。だからなんかもう日本の風俗は規律がよくってですね、決まった以上のことはしないなんてですね、とんでもないことを言ってるわけです。
はい、以上のように、まあ、この2点を取ってみましても、橋本の言ってることは間違いだらけだし、言えば言うほど、まあ、墓穴を掘るといいますか、どんどんそれが、事実が合わない間違ったことであるということが明らかになってきていると思います。今日本当にこうして、もちろんこれはもう、国の問題だし、安倍政権の問題でもある、本質はそこにあると思うんですけれども、まず大阪の地でこの橋本市長の存在、さらにはそれと同じ人、同じ本当に後ろから支えている人ですけれどもね、松井知事の存在を許さないという、そういう力をぜひお聞かせしていきたいと思います。どうも、ありがとうございました。ではここで今ご紹介をさせていただきます。西東参議院議員で大原の紹介をされています。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、民主党の参議院議員の大原雅子でございます。今日はこの橋本発言への抗議集会ということで、こんなにも多くの皆さんが怒りを持って集まってくださったことを心強く思います。私も都議会時代から、東京都では石原都知事の下でさまざまな、女性蔑視発言が続き、そして、まあ、女性財団の廃止というような戦いがありました。いろいろな面で私たち、男性も女性もですね、人権というものの捉え方があまりにも日本は、国際水準に追いついていない、その象徴が、まあ、今度の橋本発言にも現れたと思います。でそれをフォローするかのような、石原共同代表の発言もありました。私たちは、まあ、こうやってここに集まっているわけですけれども、実は、国会に送っていただく議員の質というのは、その地域地域で皆さんが選ぶ投票によってその議員が選ばれるわけです。そういう質を担保するためにもですね、地域からもいろいろまだここに来てない議員もたくさんいると思います。石原さん、そして橋本さんが、作っている党にも多くの国会議員54人いるわけですね。衆議院で54人、女性の議員もいます。いろいろな方たちがやはりいろんな方面から声をかけていただいて、おかしいんじゃないのか、党内からもそういう声が出ないこと自体がおかしいです。そして私たちは、この古くて新しい問題、口にしたくないと思いますけれども、でもここは一つ頑張って戦い抜かなきゃいけない。でその意味では安倍政権は、少し批判の矛先がずれたかな、ちょっとほっとしているところがあるんじゃないかと、思いますけれども、安倍政権のもともとの歴史認識の間違いがですね、やはり大きなこの国の道を誤らせるもとに今なりそうだと、私は非常に危機感を感じています。若い方たちの中に、例えば私自身も政治の最終的な究極の課題は私はジェンダー問題だと思います。日本は法律自体が男性女性を区別し、そして女性に実は非常に大きな負担を強いてきた、年金の法律だってそうです。そして今安倍自民党が、出している憲法草案をご覧ください。あの中には家族が家族を助ける義務化、そういったことが明確に示されています。女性が大事と言いながら、その実また昔の差別の中に落とし込めようとしているのが今の政権ではないかと。今日の集会は橋本発言への抗議ですけれども、そのルーツは維新の党の皆さんも自民党の党の皆さんも私はつながっていると思います。もちろん良識派の方々もおられると思いますので、ここは一つ日本の政治心の変えどころだと思います。地域の超党派の議員に声をかけていただきたい、心からお願いを申し上げます。私も、選挙番ということで参議院の東京選挙区ですが、
戦い抜いて、この問題こそが世界が注目する東京の課題、日本の課題、そして今も戦時性暴力にさらされている多くの女性や男性や子どもたちを守る、そういう活動につながっていくと思います。どうぞ一緒に戦ってください。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。本日は、このように非常に多くの女性が参加して、まあ、本当に女性たちの怒りが充満していますけれども、もちろん起こっているのは女性団体だけではありません。本日、さまざまな市民団体、いろんな団体の方もこちらにご参集いただいております。こちらの共済団体の方を見ていただければ、実にさまざまな団体が入っております。その中で今日いくつか連帯の挨拶をいただきたいと思います。まずアムネスティインターナショナル日本の川上園子さん、ごく短いんですけれどもよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。アムネスティインターナショナル日本の川上と言います。普段、全く地上波のテレビニュースを見ないで、まあ、新聞、それからまあネットが中心なんですけれども、この発言、橋本大阪市長の発言を受けて、これやっぱりちょっとどういう発言をしているのか見ようと思ってですね、金曜日夜にテレビを見て、発言、まあ、あのいわゆるぶら下がり会見というのを見たんですけれども、先ほどからいろいろ出ている、女性の活用ということがですね、やはりそこでもう怒りが、一人 の, 女としてもう収まりがつきませんでした。もう楽しいはずの週末をずっとネットで発言発言をこう追いかけるというね、非常に無駄なことをしてしまったんですけれども、それくらいやはり怒りが収まりませんでした。で、個人としては言いたいことは山ほどありますけれども、一応アムネスティインターナショナルという国際 NGO ですので、その視点から、まあ、発言をさせていただきます。アムネスティは17日付で、アムネスティインターナショナル日本としてですね、日本支部声明という形で、出しております。この今日これほどいらっしゃるとは思わなかったので、たった30部しか持ってこなかったんですけども、欲しい方は後でごめんなさい、本山さん甘く見てましたので、言ってください。まず国際的な団体として一言やっぱり言いたいんですけれども、橋本さんずっと性奴隷って言われるのがアンフェアだと、まあ、この間ちょっと言葉が変遷しているからちょっと分かりませんけど、私が少なくとも見た時にはそういうふうにおっしゃってたんですけども、アメリカ政府に性奴隷と言われることが腹立たしいと、悔しい、アンフェアだと。いや、でも性奴隷ってアメリカ政府が言ってるだけではなくて、国際的な政治犯罪、戦争犯罪として定義されている言葉だということを分かってないんじゃないかと本当に強く思いました。で、これは明らかに戦争犯罪であると、その視点が私は少なくともテレビの報道で、彼の表現の仕方がまずかったということに終始していることに非常に失望して、きちっとやっぱり戦争犯罪として取り上げるべきだというふうにやはり強く思いました。で、今まあ、この間の、ことですけれども、橋本発言に関わらず、まあ、国際人権、人権機関からですね、たくさん勧告が出ています。一つだけ紹介します。これ2008年に自由権規約委員会の総括所見から出ています。一連のですね、元慰安婦の被害者の方々に対してですね、被害者を誹謗したり、この事実を否定したりするいかなる企てに対しても反駁し、制裁を科すべきだと、こういうふうに自由権契約委員会は、勧告しております。まさにこれは今回の発言にも当てはまるのではないかと思います。ぜひまた、インターネットでも見れますので、ぜひ私たちの声明の方もご覧ください。もう一つだけ、拷問等禁止委員会の日本審査が昨日から始まっていますよね。で、ここでも日本軍、性奴隷制度について、また委員から質問が上がっているはずですので、これについてもまたご注目ください。ありがとうございます。はい、皆さんお疲れ様です。私はこの橋本発言の直後、ちょうど、たまたま韓国にいました。
韓国の広州というところで、広州、民衆抗争の犠牲になった方々の民衆墓地があります。でそこでちょうど、日本語のガイドの日本語で説明してくれるガイドの方に案内受けてたんですけれども、その隣には欧米の方から来た方に英語で説明しているガイドの方がいました。でちょうど横をすれ違った時にですね、その英語で説明している韓国のガイドの方が、あ、ちょうど今あそこにいるのは日本の、活動家集団だと思う、だから普通の日本人は来ないだろうというまず認識だと思うんですね。それでその後、こう説明したんです。あなたもよくご存知のように、戦後ドイツは、リベラル勢力が政権を握り、歴史認識も改めてきた。しかし日本は戦後も、帝国主義者が政権を握り、それが今も続いているというのがこう英語で説明が聞こえてきたんですね。ですからやはり韓国から見れば、侵略の定義がはっきりしない、そして慰安婦問題まで否定するような、発言がこんな続く日本というのは未だに帝国主義の国なんだというリアリティなんだということを、実感しました。ですからこの石原、そして、安倍首相、そしてこの橋本市長、こうした人たちを政界から引きずり下ろして、日本の民主化を実現しなければいけないなと思いを強くしています。で先ほど、日本軍慰安婦全国問題、全国行動の、ヤン・チンジャさんの方からお話がありましたが、私たちは、8月14日、キム・ハクスンさんが最初に慰安婦として名乗り出た日を、国際的な日にしようと、国連記念日にしようというキャンペーンを立ち上げることにしました。で今後ろの方にチラシも置いてあるかと思いますが、ぜひですね、この夏に向けて、国際世論を盛り上げていって、日本の、この政界も変えていきたいと思っています。共に頑張りましょう。ありがとうございました。続きまして連合、総合男女平等局の中島恵子さん、よろしくお願いいたします。私も行かれる一人として参加をさせていただきました。実は4月の後半から安倍政権の中で女性手帳であるとか3年間抱っこ死亡代の育児休業だとかですね、そういう話が出てまして、すごく怒ってたところにこの橋本発言がポンと出てきまして、余計怒り浸透になりまして、急遽この国はどうなってるんだということで、談話を発表させていただきました。このやっぱり考え方の根っこには現政権のシナリオというか女性シナリオがあるんだというふうに思っております。ですからその通したシナリオ全体を見て起こっていかなきゃいけないんだなというふうに改めて感じているところでございます。言語道断ということですね。で、私たちは、こういうその歴史の事実を歪曲したり男女の人権を冒涜するような、高等の代表公職にある者の発言として許されざる行為だということを思っておりまして、今後ともさまざまな活動に取り組んでいきたいというふうに思っております。短い時間ですけれども本当に性暴力を許さないそういう社会に向けて一緒に頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして日蓮連両性の平等委員会の伊藤和子さん、申し訳ございません、時間が押してまいりましたが手短によろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。こんなにたくさんお集まりいただいて主催者の方にお礼を申し上げます。私も発言を聞いてですね、こんなことが起きてはならないというふうに本当に立然としまして、それから個人的にも、動いていますし、それから弁護士、橋本も弁護士なんですけれども、他にもまともな弁護士がたくさんおりまして、法律家団体でも大会弁護士会でも今たくさん の非難決議が上がっております。今なんとか日弁連でもですね、この非難決議を出そうということで、頑張っております。でこの国でこんな発言をですね、これ以上許していたらこの国はダメだというふうに思います。こんな女性を大事にしない国、そういうのを本当にやめさせるためにこれだけ集まった力をですね、もっともっと続けて、そして、橋本さんだけじゃないですよね。そもそも安倍首相のですね、安倍内閣の2007年の閣議決定、これがそのまま続いて慰安婦が強制でなかったというようなことでそのまま進んでしまうということになって
ってはですね、本当に歴史の歪曲ですし、私たちはこのことでは進んでいけないというふうに、思っております。日大連もこの間ですね、90年代一生懸命頑張ってきたんですけれども、2000年以降になりましてですね、あまり、正直言って慰安婦問題の取り組みをですね怠ってきたところがありますので、市民団体の皆さんとともにこれからネジを巻いて、頑張っていきますので、絶対こういうことを許されるということで頑張ってまいります。どうもありがとうございました。続きまして、神田婦人の村の天羽さんはいらっしゃって、あ、はい、ありがとうございます。ですね、神田婦人の村というところは、まあ、日本、実は、日本軍慰安婦制度に動員された被害女性庁の中には日本人の方もたくさんいらっしゃったんですけれども、本当に旦那を挙げている方はとても少ない中で、広田鈴子さんが晩年過ごされたところです。今日はおいでいただきました。よろしくお願いいたします。不慣れなところで一言申し上げさせていただきます。皆様が怒りをここで あらわにされましたけれども、私もこの問題に直面したときに5月13日ですね、大変、怒り、そして悲しく思いました。なぜならばこの橋本発言はそれを生み出した土壌というものがあるのではないだろうか。でそれは日本の国の中に土壌がある、それを考えなくてもいいんだろうかどうだろうかということを一点ここで申し上げたいと思います。そして、今ご説明をいただきましたように、1985年すなわち戦後40年の年に一人の女性のかつての願いから、鎮魂の日と牧書されたヒノキの柱が一本山頂に立ちました。これは、従軍慰安婦についてのもう二度と日本の国が繰り返してはならないという事実の記録でございます。それから、謝罪であります。その後28年の間毎年8月15日になりますと山頂に集って、この事実を記憶し続けてまいりました。そして同時に日本の国が未だに、国家としての謝罪をしその責任を果たしてないということについても語り合ってまいりました。そして一刻も早く、これが実現されなければ今なお生きていらっしゃる慰安婦の方たちの悲しみを、そしてもうその悲しみを抱えながら亡くなっていらっしゃる方たちが、どんどん増えてこられるこの現実の中で、何としても日本はそれを果たしていかなければいけないと思っています。もう一つだけちょっと、今安倍内閣が拉致問題に対して一生懸命になっていらっしゃいます。その前に本当はこの従軍慰安婦の問題に対して解決をされてなければならないということを、天羽さんどうもありがとうございました。はい、この橋本氏の発言ですね、日本軍慰安婦の時から今日の、性暴力被害者の問題まで、ずっと引き続いている問題です。今日の性暴力被害、そして女性に対する暴力をなくしていくために、活動している、性暴力禁止法ネットワークの、須藤由美子さんの方から、今日の、女性に対する暴力についてお答えいただきます。皆さんこんにちは。性暴力禁止法を作ろうネットワークというのは、全国の性暴力被害当事者、それから支援者で研究者ですとか、まあ、弁護士さんですとか、性暴力の問題に関わるあらゆる人たちが集まって作っている全国組織です。で私はそちらの共同代表をしておりますけれども、実は大阪府民です。で大阪の
女性たちはどうなんだって言われた時に、すごいこうぐさっと、気になったりたら話を聞いていたんですけれども、皆さんも十分これまでの話で、分かっていらっしゃると思いますけれども、橋本氏は非常に巧妙にお話を、すり替えていかれます。で、それから私たちの仲間で、話をしているんですけれども、橋本氏自身が何かこう自分自身のこう意思を持っていろいろ動かしているというよりは、その背後にあるさまざまなこう何でしょうか、偏見であったり、人を利用したり搾取したりっていうことを当たり前って思うような人たちのそういうこう無造無造のこう欲望みたいなものを何かこう栄養のようにしてこう膨れ上がる。顔なしのような存在じゃないかっていうふうに分析をしてくれた仲間がいました。そうであるならば、私たちは橋本の背後にある、あ、そうだそうだって思ってしまう人たちに対して届く言葉を編み出していかないといけないっていうふうに、この間思っています。ただどうなんだろうね。ただ今まで、皆さんがいろいろおっしゃっていただいたように本当にそうだと思います。そういう戦争があったら、そういう時には、女性を性の、道具にしてもいいんだとか、男性の性欲はコントロールできないんだから、その性欲を、コントロールできないがために性犯罪になってしまう。じゃあ、性欲を満たしてあげたら、性犯罪は防ぐことができるんじゃないかっていうふうなことで、実はそこら辺のこう、大阪の、主婦の方とかに聞いたら、いやだって戦争中だったらそうじゃないか、そういうもんでしょうとか、もし自分の娘がレイプされるぐらいだったらプロの女性に任せてしまいたい、それで自分の娘が被害に遭わないんだったらっていうふうなことをおっしゃる人がいる、現実にいる。で、私たちは残念ながらそういう日本社会にいるっていうことだと思うんです。で、なぜそうなのか、日本社会にどんなことがあっても性暴力は許されないんだとちゃんと宣言した法律がない。ですから私たちは性暴力禁止法が必要だっていうふうに思います。従軍慰安婦の問題、それから沖縄の問題を本当に解決するためには、日本の社会全体がどんなことがあっても誰に対しても性暴力をしちゃいけない、私たちの文化は性暴力を許さないんだ、それを共有する、そこから始まるっていうふうに思っています。なんかあまりうまく言えてないのかもしれないですけれども、以上で。あ、それとですね、大阪の女もこんなことをしろっていうふうに言われました。6月8日に、橋本市長の慰安婦性暴力発言を許さず辞任を求める集会というのを、クレオ大阪というところでやります。クレオ大阪というのは橋本市長が、女性のためのセンターというのは必要ないということで、5つある中で1つだけ残してもいいよというふうに言った、象徴的な場所です。で、160何名ぐらいか あのちっちゃい会場しか取れませんでした。でも全国から集まっていただいて、定員のもう倍も10倍も、人たちが集まって、もうこの問題を絶対許さないんだというそういう動きをこれからも続けていきたいと思います。ありがとうございました。最後のスピーカーにふさわしく素晴らしい資料をいただきました。どうもありがとうございます。ではですね、本日のこれだけ多くの方が集まったこと、私たちの怒りを、ちゃんと残していかないと
また橋本さんのことですからすぐ忘れてしまうかもしれませんので、今日はですね、アピールを、採択して終わりたいというふうに思います。皆さんにお配りした資料、ちょっとお手元にない方もいらっしゃるかと思うんですけれども、アピール案をご覧ください。では斉藤文江さんにご登場いただきます。よろしくお願いいたします。それではそれでは会場いっぱいにお集まりの皆様の怒りと、そしてこの会場に来たくても来れなかった、国内外の皆さんの思いを込めて、一生懸命読まさせていただきます。少しこのように長いんですが、最後までお付き合いいただければと思います。橋本徹大阪市長日本維新の会共同代表は5月13日慰安婦制度が必要なのは誰だと分かる。海兵隊の性的エネルギーを解消するためにもっと風俗業を活用するよう進言したなどと発言しました。国内外からの大きな批判を受けても橋本氏は表面的な弁明を繰り返すのみで未だに発言を撤回せず責任を取ろうともしていません。橋本氏の一連の発言は筆舌に尽くしがたい日々を生き延び今なお PTSD に苦しむ日本軍慰安婦被害女性や今日も起きている性暴力の被害者たちの尊厳を著しく傷つけるものです。戦争を遂行するためには女性を性欲処理の道具として利用することもやむを得ないという考えが自治体の主張であり政党の代表である人物の口から平然と表明されるとは心底恐ろしいことです。このような人物が政治に関わり続けることは到底受け入れられません。しかしその後も西村慎吾議員による韓国人女性を侮蔑する発言など加害責任の否定と根深い差別意識に基づく公人の人権否定発言が続いており決して橋本氏一人の問題ではないことが明らかになっています。とりわけ橋本氏の発言について明確に批判しないばかりか自ら従軍慰安婦に協議の強制の証拠はないと述べたり河野談話の見直しを示唆するなど慰安婦問題に関する日本政府の責任を否認してきた安倍晋三首相の責任は厳しく追及されるべきです。橋本氏の発言はまた慰安婦問題の責任否定が今日における女性の人権軽視と深くつながっている事実を改めて突きつけています。沖縄の海兵隊による性暴力を男性兵士の性的エネルギーの解消の問題としか捉えずに風俗の活用を主張する橋本氏は占領地における軍人の性暴力対策として慰安婦を設置した旧日本軍とまさに発想を同じくしています。これは男性の性欲はコントロールできないという神話に基づいていますがこうした考え方のもとで男性の性暴力は容認される一方女性は自らは性的欲求を持たず男性の欲求に応えるべき存在とみなされてきました。このような性的偏見を維持したまま風俗を男性の性的欲求のはけ口として活用すべきと主張することは風俗で働く女性たちに対する性暴力を容認することになりかねず女性を低層を守るべき女性と性の防波堤となるべき女性とに分断し差別することにもつながります。性的自由は全ての人が持つ普遍的な権利であり私たちは外国人女性や風俗に従事する女性たちに対する差別的取り扱いを決して認めません。これまでも公人による差別発言が繰り返されその度に容認されてきました。もうこのようなことを許すわけにはいきません。私たちは橋本市長に対し発言の撤回と謝罪、辞職により多くの人々を傷つけ侮辱した責任を取るよう求めます。また日本政府に対し国連人権条約に基づいて橋本氏ら公人による人権否定発言に対して明確に反論し差別と偏見を是正する責務を果たすように求めます。そして慰安婦制度が
日本軍による戦争犯罪であった事実を認め、被害者に公的謝罪と被害者に公式謝罪と個人賠償を行って問題解決に当たるよう求めます。この事実を教科書にも記述し、次世代への教育にも努めなければなりません。最後に、日本軍による性暴力や沖縄における米軍の性暴力の頻発は、戦争と軍事化が女性に対する暴力と密接な関係にあることを示しています。私たちは戦争ができる国を目指す憲法改悪を拒否し、あらゆる女性と男性の実現、あらゆる女性と男性の人権が実現される政治を求めます。2013年5月22日、女性の人権を尊重する政治を、橋本発言に抗議する緊急院内集会参加者一同。本日の参加人数ですが、最初はこの200人の行動をなんとか埋めたいと言って、始めたんですけれども、予定予想をはるかに超える数の皆様に参加していただきました。250部用した資料がもうすぐになくなってしまいましたので、本日お手元に資料が届かなかった方は、後日ホームページの方に、アップさせていただきます。ぜひホームページの方でフォローをご覧ください。それから本日の、ご挨拶いただきました、議員の方の他に、秘書の方が、参加してくださっております。民主党衆議院議員、三浦拓子様、参議院議員、民主党参議院議員、糸数恵子様、民主党参議院議員、福山哲郎様、参議院議員、香田貴理子様、衆議院議員、吉川一平様、民主党参議院議員、河本美恵子様、以上6名の、事務所の、秘書の方もご参加いただいております。また本日はメディアの多く参加いただきました38人の秘書の方がご参加いただいており、中には香港と韓国のメディアも含まれております。では本日これをもちまして、本日の集会を終わらせていただきます。この後まだまだ、大阪でも、それから全国で様々な抗議が続いていきます。皆さんどうぞこれを緩めずに責任を追及していきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。また最後にアナウンスでございます。こちらの、入り口で配られました通行証ですね、これがないと出ることができません。お忘れの方がいらっしゃるようですので、お前ちょっとお付きください。